こんにちは、浜中仁志です、今回はですね、言葉ですねをですね、別の言い方をするというですね、嫌なものを避けるというですね、そういうですね、例をご紹介します。それもですね、この前、ですね、東京大学の先生が、集中講義に来てくださって、お話を してくれました。その中のですね、一部です。それはこういうものです。ですね。これ、足、ね。という字ですけれども、これ足と読むんだけども、足というのは、まあ、むちゃくちゃ悪いという意味に使いますね。ですから、悪いというのはいけないなということで、反対の言葉、よしに変えるんですね。ですから、足をよしとも言います。それは、足と言いたくない。聞きたくないからです。同じように、スルメ、すり鉢と、いう言葉ですけども、これは、勝負師にとってはですね、まあ、博打打ちですか？するというのは、お金をすると、ですね、いうのと、を連想させるんですね。ですから、聞きたくない言葉なんですね。ですから、する目を当たり目。あるいは、すり鉢を当たり鉢と、いうふうに呼び替えると。反対の意味にね、読み替えると。そういうことが、ですね、あって、まあ、嫌な言葉を避けて、ですね、縁起を担ぐと。ですね、こういうですね、言葉の現象があるんですけども、これ中国語にも同じような例があるんですね。それがこれです。これ読めます？竹冠に物という字。ね。これ、お箸の箸ですね。ね。これ、中国語で発音すると、ドゥドゥなんですね。ドゥと言って連想するのは、これです。これ何かというとですね、住むんじゃなくて、とどまるということです。動かない。とどまるということなんですね。で、とどまったり動かなかったりして困るのは何かというと、運送業者、流通業者です。どん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 物が動いて、運ぶことによって、まあお金が儲かるんですね。だから、とどまってもらってはお金は儲からないから、縁起が悪いんですね。ですから、ね、橋を使うたびにですね、とどまってしまう、とどまってしまうというと、腹が立ってしょうがないでしょう。三度三度の飯食うときにですね、ああ、とどまった、ああ、とどまったって、ね。まあ、ほんまに、気悪い。ね。だから、運送業者、流通業者の人が、ですね、これは縁起が悪いということで避けるんですね。で、別の言葉に変える。それが、do、とどまるから、怖い。これ、早いという意味です。快速列車の快ですね。心よいという意味じゃなくて、早い。早い。動くのが早いことですね。怖い怖い怖い早よせーとね。いうことなんですが、これに竹冠をつけて、現在の中国語では、怖い怖いと、ですね。お箸のことをこう言ってるんですね。これは、まさに、足をよしと言い換えた。とか、当たり目、スルメ、すり鉢を当たり目、当たり鉢というふうに変えたのと同じ現象です。はい。怖い早い早いね。ということで、ですね。こういうふうに言葉というのは、ですね、嫌なものを避けて、ですね、変わっていくんだという現象があるということを大学生の時にですね、東京大学の先生の集中講義で、教わりました。今日は以上です。最後までご視聴
ありがとうございました。